お三方、北九州にお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。この収録自体はフィジカルに行われています。で、ここからちょっと絶対、お三方に、聞いていきたいかなと思っていると思うんですけど、ご自身が今意識されているサステナビリティってどういったものがあるかなっていうのをお三方に聞いていきたいんですけど、あと、皆川さんにまず、なんか、僕、インスタグラムが出てきてから、モデルっていうのは、体を見せるだけの職業じゃなくて、ライフスタイルを見せる職業に変わったと思ってるんですよ。で、その中で、ご自身のサステナビリティについての考え方だったりとか、普段からの発信だとか、なんかそういったことをお話ししていただければと思います。そうですね、おっしゃる通り、こう、私たちがインスタグラムを使うようになって、まあ、インスタグラマーっていうものがこう出てきましたよね。で、モデル、既存のモデルたちは、じゃあどうすればいいのかっていう、こういう、こう、ジレンマがあったんですけど、まあ、みんなね、インスタグラムをやってますし、その中でこう、まあ、自分たちが何を発信していくかっていうのは、まあ、自分の人生の考え方だったりとか、生き方っていうものをこう私たちは発信してるわけですよね。っていうことは、モデルっていうものが今までこう服をまとうだけの存在ではなく、こう人として、人間としてどういうライフスタイル、どういう考えを持った生き方をしているっていうのが、その人のモデルっていうことになってるんですよね。だから、その全てをひっくるめたその人たちに何を着てもらうかっていうことなんだと思うんですけど、モデルとしてはね。そうですね、まあ、サステナビリティのお話ですけれども。大変共感します、今のお話。そうですね、私は息子がいるんですけど、息子が生まれたのも十数年前なんですが、その時にこう食事の方から息子に、まあ、妊娠してる時にこの自分の体の中にいる子供に安心で安全なものを私が食べないとこう血が巡っていくわけですから、そういう考え方から食の安全から入ったんですね。だからオーガニック の、野菜だったりとか国産のものだったりとかっていうところから入って、だんだんこう環境問題のことになっていったり、その行くわけですよ。だから結構長い間環境問題、サステナビリティに関しては興味があったんですけど、このところね、 SDGs っていうものもすごく皆さんの認識も高くなってきたところで、この 2,3 年ですよね、ファッションが一生懸命こうやってサステナビリティって言い出したの、まあ、ファッションが出すゴミの量半端ないですか。本当そうですよね。埋め立てられてる量も半端ないですし、はい、でもファッション業界が世界で2番目に環境に負荷をかけているって言われてから、それ確か 2,3 年ぐらいからの話なんだ。はいはい、って言われましたね。ジミーズの接触にお前らどんだけ使ってたのかもう 2,3 年経った今や、はい、ファッション業界が多分一番進んでるんじゃないかな。そうですね、一気にここガラッと変わりましたね、やっぱり早いですよ、ファッション業界は。やっぱり時代を作ってきたものだし、こう流れを作る業界だから得意だなと思いますね、それ。なるほど、ありがとうございます。出ましたけど、では、ゆうまさんにも、ゆうまさん多分日頃から、まあ、明らかにサステナブルなことしてるような気がするんですね。ありがとうございます。はい、で、なんか最初着想としてボロからインスパイアされたところおっしゃってましたけど、そういったものをやり始めたきっかけって、インスピレーションの方はそうだとして何でだったんですか？そうですね、やっぱりファッションの面白さって、はい、着る人をめちゃくちゃ元気にするというか、やっぱり一点物の服を初めて作らせてもらって、はい、でそしたらその着てくれた人が超喜んでくれたんですよね。なるほど。で、あ、服作ったらこんなに喜んでくれるんだっていうのが一番最初にあって、はい、でもそれはもう本当に着る人のことをめちゃくちゃ考えて作ったんですよ、はい、もう絶対気に入ってもらいたかったんで、そしたら褒めてくれたんで、喜んでくれて、でこれをどうしたら多くの人にこの体験を届けられるんだろうっていうのが出発点です。なるほど。だからその人の服をコンサルティングしながら切って貼って作ってっていうのを今知ってます。だからどうしたら多くの人にファッションっていうか服を着るってこんなに楽しいし元気になるよみたいなところを届けられるんだろうっていうのはモチベーションの一つですね。ゆいまさんすごいナイスガイなんですね。でも俺ゆいまさんのクリエーション見てるとなんかもっとなんかわかんない 泥沼の奥底で蜘蛛の糸をこう作ってるようなやばい人が出てくるかと思ってたんですけど、よく言われましたね。すげえナイスガイなんだ。なんかもう感動しちゃった僕今。いやいや、辰巳さんにもお伺いしたいんですけれど、はい、今例えば世の中の SDGs ウォッシュとか SDGs ってこいつら口だけ言ってるだけじゃねえかよっていうようなこともなんか批判されたりするんですけれど、でも全身全霊でゴロを収集してこう言及されてる
身としては、あ、まあもうあのなんかこっちとら400年前から SDGs だみたいな感じじゃないですか。それから考えたら、あの今のこの SDGs みたいな、あの、まあ、ある種、みんなで唱えているものが、まあ、ボルのようにこう長いカルチャーを持って、将来的にもうまくやっていくのが理想だと思うんですけれど、まあ、そういったことがどうやったら可能になるのかとか、どうやったらこうライフスタイルの中にみんな組み込めていけるのかとか、まあ、そういったことなんかお考えはありませんか。あのスピリッツをその現在にいかに更新して未来に残していくのかっていうことだと思うんですよ。で、あのさっき司会の方から冒頭ご紹介いただいた東京のアミューズミュージアムっていうのは2018年度いっぱいでちょっと建物老朽化で今一時閉館してるんですけど、あのその間に世界のいろんなミュージアムからお声掛けをいただいて巡回してるって言いましたよね。で、19年にシドニー、メルボルン、キャンベラ、北京、深センでニューヨークでロックダウンになって慌てて帰ってきたんですけど、今は、ストックホルムのスウェーデン国立美術館に100点ほど貸し出しをしているんです。で、僕が貸し出しするときにあの、まあ、共同監修とか共同キュレーションなんですけど、あのお願いしているのはその土地の現代のアーティストがボロから着想した作品も展示してくれっていうふうにしてるんですよ。で、そうすると、今非常に、まあ、その各地の、著名なあの何しは、新進気鋭の、アーティストたちがそのボロから着想した作品を、制作して展示してくれている。だから、まあ、日本では落合さんであり、ゆうかさんであり、が頃からインスパイアされた作品を今回、お作りいただいているわけですけれども、僕の使命としては、そのオリジナル頃を、きっちりと、公開、して、いくことであろうと思っていますし、そのスピリッツがモダン頃、何しはコンテンポラリー頃、コンテンポラリー頃と表現すればいいんでしょうか。のような作品に落とし込まれて、それが、また若い皆さんに、刺激を与えてっていうような循環が生まれていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。まあ、確かにライフスタイルや憧れやクリエーションに組み込まれることで、まあ、違った意味をどんどんカルチャーとか持っていくっていうのはその通りだと思います。というわけでそろそろお時間がやってきてしまいましたが、お三方から最後はあの今こうデジタルで人が移動しなくてもあのいろんなことできるようになって、じゃあこれをどううまく使っていくのかとか、これとどう向かい合っていくのかっていうのが、まあ、おそらくこの芸術祭でも目標になっていると思います。で、まあ、デジタルとアート、今のいわゆるソーシャルディスタンスがゆえになってきたあのこの、文化の中でご自身どうやって今後の、活動につなげていくのかみたいなお話を最後まとめていただければと思いますが、じゃあ富永さんからお願いします。はい、そうですね、もう多分私の立場からだと探り探りっていう感じですか、ね、やってみては正直な感じでトライアンドエラー、はい、もうあの、うん、作られる側でもありますし、まあきっと何かを作る側でもこれからはあると思うんですけれども、いいバランスでいいバランスで探り探り行きたいと思います。素晴らしいお発言いただきました。じゃあ辰巳さんの方から、あの今日改めて感じたのはフィジカルでいいなっていうことで、すみません、ありがとうございます。いや、あのもちろんその 3D ファントムが素晴らしい、のあの素晴らしいかったんですけど、背景の、はい、大きな映像、はい、ビジョンが、布を分解してこう糸のレベルにして、はいはい、表現なさってたじゃないですか、はい、であれってやっぱ大きさが目の前にあるから、あのストレートの高さは相当でかいなっていうような感覚はすごい持ったんですよ、はい、で、申し上げたようにその、例えば今年今やってるそのスウェーデンの、ミュージアムでのっていうのは僕リモートで設営の指示やってたんですけれども、はい、あのその方々は東京のミュージアムにも来ていただいてた、キュレーターたちですし、ニューヨークでも顔合わせ打ち合わせができたんで、まあ、それでできたつもりでいるんですけれども、本当のところは、やっぱり現地でああだこんだ言いながらやりたかったなっていうのがやっぱ強く残っていて、だからデジタルの表現というのは今後どんどん進んでいくだろうけれども、今日改めて感じたのはフィジカルも同じように、大切にしていきたいなということです。身体性重要ですね。じゃあ最後、ゆうかさんお願いします。はい、衣服、まあ、日本 の, その衣服の歴史でいうと、その戦後衣服がこう、まあ、足りなくて、で自分の手で作るっていうところ、実はこの時その世界で一番
衣服、まあ、洋服を作れた国が日本だったらしいんですよね。 それだけミシンがこう普及してみたいな。でそこからその衣服っていうのは買うものだっていうふうにこう変わっていって、でそれがこう、まあ、末端にこう、まあ、際立った、まあ、今現代において、じゃあその次、まあ、作る買うのその次って一体何だろうってことを考えると、もしかしたらその感じるっていう言葉になってくるといいなと思っていて、それは希望も含めてなんですけど、でそのやっぱり誰が作ってるのかとか、その素材ってもともとは農業だったりとか、その全然こうなかなかその始まりが想像できなかったりとか、もしくはその捨ててしまったその先どうなっていくのかもわからなかったりとかって、こういろんなものがこう切り離されてしまって、現代 の, そのライフスタイルの中に入ってきていて、でこの要はいろんなこう人の手を介してで作られてきてるっていうことをこういかに感じれるかとかっていうのは大きなキーワードだなと思っていて、そこにこう、まあ、デジタルとかっていうテクノロジーだったりとかコミュニケーションによって、まあ、いろんなことがこうつながって感じられるっていう、でこれはその、まあ、日中関係、まあ、今日のこの、テーマでもありますけど、あのそういったこう、まあ、違う文化だったりとかっていうところもその感じながらこうつながって理解し合うみたいなところに、まあ、なっていくと、まあ、非常にこう希望ある未来が描けるのかなっていうのは思っていたりしますね。ありがとうございます。まあ、というわけで、今日はもう皆さんあのフィジカルにやってきていただいて、で それによって、まあ、デジタルで皆さんも思うところもありますし、かつ、こうやって対談すると、まあ、これでお話が弾むというところもありまして、まあ、あのフィジカルの身体とデジタルのクリエーションとしてサステナビリティをやっぱり重要にしていきたいなと思うところもございました。とりあえずご参加ありがとうございました。ありがとうございました。